さあ、ここからはロアッソマガジンのコーナーです。早速 J2 第14節東京ヴェルディ戦のダイジェストからご覧ください。熊本市水前寺競技場で行われた J2 第14節東京ヴェルディ戦、6試合ぶりの勝利を目指すロアッソは前半24分、ショートコーナーから10番ミッドフィルダー薮、30番ミッドフィルダー仲間とつないで27番ミッドフィルダー中山のシュート。39分にもコーナーキックからチャンス、23番ディフェンダー倉川のクロスを薮、そして17番ミッドフィルダー斉藤、ゴールかと思われましたが判定はオフサイド、先制点とはなりません。両チーム無得点で迎えた後半5分、ロアッソはボールの奪い合いを制した斉藤のスルーパスに20番フォワード澤田、しかしここはヴェルディゴールキーパー佐藤のファインセーブに阻まれます。40分には薮のコーナーキックに4番ディフェンダー園田のヘッド、これは惜しくもバーを越えます。一方ヴェルディも42分、14番ミッドフィルダー鈴木のコーナーキックに15番ディフェンダー井林のヘッド、ここはロアッソ倉川が間一髪クリア、ゴールを死守します。そして45分、ロアッソは薮のくさびのパスを受けた斉藤のクロスに36番フォワード牧、さらにこぼれ球を14番ミッドフィルダー岡本が詰めますがゴールならず、結局試合は両チーム無得点、スコアレスドローで勝ち点1を分け合いました。ここで皆様にシュミット・ダニエル選手よりご挨拶があります。1ヶ月間応援ありがとうございました。熊本に来て4試合に出場して得たものは、とても大きなものです。それを今後に生かして J1 では絶対に活躍したいと思いますので、少しでもいいので応援よろしくお願いします。そして、ロアッソが J1 に上がって敵チームとしてここに僕が来ることになったら、大きなブーイングで迎えてください。それでは J2 第14節を終えた時点の勝ち点と順位です。ロアッソは4勝6分け4敗勝ち点18で現在14位です。ロアッソ熊本、次節の対戦相手は栃木 SC。 ここまでの成績は6勝3分け5敗勝ち点21で10位。第14節長崎戦は後半11分に追いつき1対1の引き分けに終わっています。 J2 第15節栃木 SC 戦は5月24日土曜アウェイ栃木県グリーンスタジアムで午後1時キックオフです。今回はこの栃木戦に向けて23番ディフェンダー倉川洋平選手に意気込みを伺いました。先日のヴェルディ戦、はい、まあ、得点奪えずスコアレスドローという結果になったんですけども、率直な感想は？ヴェルディ戦だけじゃなくてね、まあ、ここずっとなんですけど、まあ、勝てる試合っていうのを、まあ、勝ちきれないっていう印象がちょっと強いかなと思います、はい、ただ後半42分相手のコーナーキックからのヘディングの、まあ、あれはピンチというシーンがあったんですけども、ここをしのいだのが、そうですね、ありましたね、そんなのね、はい、ありました、ありました。来そうだなって思ったら本当に来たんでちょっとびっくりしたんですけどねもしかしたら、もしかしたらって、ね、もしかしたら入ってたんじゃないかな。これギリギリのシーンでしたよね。入ってたんじゃないかなギリギリでしたね。はい、ギリギリでした、ギリギリでしたね。さて、その倉川選手に今回一番聞きたかったのはですね、長崎戦から湘南戦まで、まあ、16日間で5試合という、こう結構ハードな連戦があったでしょ。でこの中で倉川選手は5試合中4試合に出場して、しかも全てフル出場と、すごいですね。サイドバックというね、はい、こう動きの激しいポジションで、はい、しかもチーム最年長ですよ、ね、でもよく年のこと言われるんですけどねあんま関係ないんじゃないかなと思うんですけどね。多分変な話、その衰え的なものは全然感じませんか？感じます感じますか、はい、
どの辺に？どの辺に？はい、回復力。ちなみに例えばその、まあ、試合に向けてこう気をつけていることとか心がけていることって何かあります？まあありますって言った方がいいと思うんですけど、ないですね。もう好き勝手やってるのがいいんじゃないですか、多分。ストレスを抱えないような、はい、そして、まあ、倉川選手といいますと今シーズンここまで今のところ1ゴール、はい、あの讃岐戦も見事なゴールでしたけども、はい、サポーターからは年一と言われたりすることもあるようですが、そうですね、はい、その辺いかがですか？その通りだと思います。でもなんかね、よく見てみるとなんか2年に1回になってるんですよ最近スパンが、はい、2年に1回なんで、はい、多分もうあと2年はないんじゃないですか。あまり期待しないでもらいたいですね。さて次はですね、アウェーで栃木との一戦ですけども、意気込みをお願いいたします。ちょっとしっかり気持ちのいい試合をしてみんなでね、こうカモンロスを踊りたいと思うので、ぜひ栃木まで来てくださいとはなかなか言い切れないので、栃木まで来なくても応援をよろしくお願いします。ホームにはぜひ来てください。よろしくお願いします。